工務店の働き方改革 DX 棟梁の目利き。工務店の皆様、こんなお悩みありませんか？朝から複数の現場を掛け持ちしたり、お客様との打ち合わせ、夕方事務所に戻ってからの業務、建材選びではカタログを調べてから見積もり以来、品番の写し間違いによる問屋さんからの確認などに時間がかかる。こうした業務にかかる時間は1日あたり 2,3 時間。さらに建設業においても、2024年の働き方改革関連法の適用で遵守しなければならない法令が増えることに。残業時間の削減対策したいけど、どうしたらいいの？業界初、建材 DX アプリ棟梁の目利きで、探す、調べる、依頼する工務店様のルーティーンが全て完了。毎日のカタログ関連の問い合わせ業務が一体化した画期的なアプリです。特徴1、建材設備カタログ。メーカーの主要最新製品をデータベースで網羅、カタログと同じ製品写真を掲載しているので見やすい。仕様やデザインを選んで、色柄、寸法、オプションを指定、メーカーのカタログ品番が構成されます。特徴2、現場リストの作成。お客様ごとに現場リストを作成可能。選んだ建材、設備を登録、さらに図面や写真、お客様との打ち合わせメモも一元管理。特徴3、コミュニケーション機能。問屋様、建材販売会社様などいつもの取引先を自由に登録、日常のやり取りをアプリ一つで解決。オフィスに戻らなくてもアプリから直接見積もり依頼、サンプル依頼が可能になります。今日からすぐ使えます。サイトにて ID を発行、アプリをダウンロード、本契約完了です。すべての工務店様のために、工務店様の働き方改革 DX アプリ棟梁の目利き、お気軽にお問い合わせください。